そもそも私が借りたお金じゃありません。借りたのは父です。同窓会の会場に現れた闇金の取り立ての二人組に美代が反論したが、二人は全く聞く耳を持たない。その父親が払えないんだから、娘であるあんたが払うのは常識ってもんでしょうが。ですから毎月返済しているじゃないですか。あんたも話がわかんない人だね。あんなビビたるもんじゃ全然足りないって言ってんだよ。あんたぐらいの器量よしなら体を使って稼げば800万くらいあっという間に返せるだろうよ。だから仕事を紹介してやろうと思ってな。そんな。親の借金800万体で払え。男たちは下びた笑いを浮かべながらミオに近づいていく。俺は胸元の警察手帳に手をやりながら男たちとミオの間に割って入った。この後あんな結末を迎えることになるとは、この時の俺は予想もしていなかった。俺の名前は金内誠。俺は小学生の頃から両親が共働きだったため、学校から帰ってきてからは一人で過ごす時間が多かった。そんな俺はよく近所に一つしかない公園で友達と遊んでいたのだが、そこに行く時に通る道に交番があった。ほぼ毎日その交番の前を通るため、中にいる警察官の人とも顔見知りになり、帰りはいつも気をつけるように声をかけてくれていた。こんな子供にも優しく目を配ってくれる警察官に俺は憧れるようになり、警察官を目指すことに決めたのだ。俺は大学卒業後、警察庁に入庁し、キャリア警察官として働いている。キャリアといっても、まだまだ新米の俺は、他の警察官とさして何も変わらない。毎日上司に厳しく指導されながらも、憧れの警察官として充実した日々を送っている。そんな俺のもとに、中学の同窓会の招待状が送られてきた。俺は就職と同時に地元を離れてしまっていたため、ここ何年も同級生には会っていない。仕事が忙しくて実家にも顔を出せていなかったし、里帰りも兼ねて俺は同窓会に出席することにした。同窓会当日、実家に荷物を置いて俺は同窓会の会場に向かった。会場は俺の地元で唯一と言っていい高級ホテルの宴会場で、俺は足を踏み入れたことはない。どんな豪華な食事が待っているのか、久しぶりに会う同級生たちは元気にしているのだろうかなどと考えながら、俺はワクワクしながら歩いていた。俺がいた頃から変わらない豪華な見た目のホテルに到着すると、先に到着していた同級生たちが会場の外に溢れていた。おお、誠、久しぶりじゃねえか。会場の外で順番を待っている俺に声をかけてきたのは、上村雅也だ。雅也は幼稚園の頃からの腐れ縁で、いわゆる幼馴染というやつだ。雅也とは幼い頃からお互いの家を行き来してしょっちゅうつるんでいた。今でもたまに連絡を取ってお互いの近況報告はしていたため、今日俺が同窓会に参加することは事前に伝えていた。よう、顔合わせるのは久しぶりだけど、相変わらず元気そうだな。まあな、俺は元気だけが取り柄みたいなもんだからな。二人で軽口を叩き合っていると、順番が回ってきたので、俺たちは受付担当の元同級生から名札を受け取って会場の中に入ることにした。今回は立食パーティーのようで、あちこちに美味しそうな食事が乗ったテーブルが並んでおり、俺とマサヤは早速自分たちの食事を取って食べ始めた。
あちこちで旧友との再会を喜ぶ声が聞こえ、俺も久しぶりに帰省したせいか、いろんな人から声をかけられる。何人かに今の仕事を聞かれたが、警察官と名乗るのは少し気恥ずかしくて、俺は会社員とだけ告げて、警察官であることは隠すことにした。確かに警察も会社員だと言えなくはないが、秘密にしておくようなことか？俺がキャリア警察官だと知っているマサヤは、不思議そうに俺に聞いてきたが、自分から警察のキャリアだと名乗るのは少し気が引けるのだ。そんなこと言って、マサヤだって自分の仕事は内緒にしてるじゃないか。俺の場合は言うと、この楽しい雰囲気に水を差すことになるから黙ってるんだよ。そんなことをマサヤと話しながら、他の元同級生とも会話を楽しんでいると、急に会場の入り口付近にざわめきが広がった。おーい、林美代さん、いらっしゃいませんか？ここに来てますよね。柄の悪い声が会場に響き渡り、俺が何事かと入り口に目を向けると、そこには明らかにチンピラといった見た目の男が二人、にやつきながら立っているのが見えた。林美代さん、いるのはわかってるんだ。さっさと出てこいよ。そう言って二人組のうちの一人が、近くにあるテーブルから料理の乗った皿を手に取り、適当に放り投げた。その場に皿が割れる大きな音が響き渡った。周りの人たちからは悲鳴が漏れ、小さい子供を連れてきた人は子供を連れて会場の奥の方に避難する。やめてください。こんなところまで来て一体何なんですか？そう言って男たちの前に現れたのは林美代だ。美代は中学時代から美人で周りから騒がれていたが、今でもその美貌は健在だった。しかし、その顔からは疲労感が漂っている気がして、俺は気になった。林って最近あんま見かけなかったけど、相変わらず美人だな。この騒ぎにも動じることなく、料理を口に詰め込みながら話すマサヤに、さすがマサヤだなと苦笑してしまう。何言って、俺らが君に用事あるのなんて、借金の取り立て以外にないじゃん。毎月きちんとお支払いしています。あんな金額じゃ全然足りないんだよ。一生かかっても返済できないぜ。こんな豪華なところに来てる余裕があるんだったら、その分返済に回すのが、金を借りてる身としては当たり前だろうが。三人のやりとりから、ミオが男たちから借金をしているのだろうということが、俺には理解できた。男たちが大きな声で話すものだから、他の同級生たちにも伝わってしまっているだろう。あちこちからミオを非難する声が聞こえてくる。そもそも私が借りたお金じゃありません。借りたのは父です。その父親が払えないんだから、娘であるあんたが払うのは常識ってもんでしょうが。ですから、毎月返済しているじゃないですか。あんたも話がわかんない人だね。あんなビビたるもんじゃ全然足りないって言ってんだよ。あんたくらいの器量よしなら、体を使って稼げば800万くらいあっという間に返せるだろうよ。だから仕事を紹介してやろうと思ってな。そんな。親の借金800万、体で払え。男たちは、下びた笑いを浮かべながら、ミオに近づいていく。さすがにこれは見過ごしておけないな。俺は背広の胸元に手を入れながら、男とミオの間に割って入った。君たち、ここでこれ以上の騒ぎは遠慮してもらえるかな。は？お前なんだよ。あっち行ってろ。君たちは闇金の人間か何かだろう？
こんなに人が大勢いるところで騒ぎを起こされると、俺も仕事柄放っておくわけにはいかないんだよ。俺は胸元から警察手帳を取り出して男たちに見せようとしたが、その直前に後ろからマサヤが割って入ってきた。ちょいとお兄さんたち、ここで騒がれると俺も黙ってらんないんだよな。なんだよあんたは。俺は上村って言うんだけど、あんたらも闇金なら上村組って聞いたことあるだろ。上村組って。マサヤは実は地元で一番大きいヤクザである上村組の組長の息子だ。俺はマサヤと長い付き合いだから知っているが、同級生のほとんどは知らない。だからさっきマサヤは自分の仕事を同級生たちにごまかしていたのだ。そうそう、あんたたちも上村組を敵に回したくないだろ。それはそうだけど、俺たちも仕事なもんでね。マサヤの素性を聞いて男たちは少しビビってはいたが、ビビりながらも言ってくる。それはそうだろうけどさ、何もこんなところで騒ぎ立てなくてもいいんじゃないか。 TPO の意味くらいわかんだろ。マサヤが笑顔で凄むと、男たちは不服そうにしながらもその場から去っていった。あの二人ともありがとう。男たちが去った後、ミオは俺たちに頭を下げてきた。元同級生が困ってるんだから助けるのは当然さ。でもあいつらきっと諦めたわけじゃないよな。そうだな、きっと金をすべて返済するまではつきまとってくるだろうね。そんな。マサヤの言葉にミオは顔面蒼白になってしまう。そもそもなんであんな奴らから借金したんだ。お金を借りたのは父なの。母が入院した時にお金に困ってしまって。ミオがうつむきながら涙ぐむ。ちなみにあいつらからはいくら借りてるんだ。父が借りたのは50万だったんだけど、金利が膨らんで800万になってしまってて、金利が120倍だったらしいのよ。120倍って個人名で貸したとしても違法な金利だな。俺のとこも金貸しはしてるけど一般人相手にはないな。やってたらお前も逮捕だよ。俺が苦笑いしながらマサヤに言うと、マサヤは知らん顔でそっぽを向いた。しかしこれはどうしたもんかな。どうにかしてミオを助けてあげたいが、ただ逮捕しただけだときっとあいつらは出所後にまたミオの元へ行くだろう。俺が無言で考えていると、マサヤが俺の肩を叩いてくる。なあ、ちょっと思いついたんだけどさ。マサヤはそう言って俺にある計画を耳打ちしてきた。それから2時間後、同窓会がお開きとなり、俺たちは会場を後にした。ミオと会場の外で別れ、ミオは駅の方へと一人で歩いていく。歩き始めて10分くらい経った時、先ほどの二人組がミオの前に立ちふさがった。よう、さっきぶりだな。ひっ。さっきは邪魔が入ったが、金は回収させてもらうぜ。こっちも仕事なんでな。でも、そんな急にお金なんて持ってないです。じゃあ、諦めて俺らの紹介するところで働いてもらうしかないな。そんな。男たちはそう言って笑うと、嫌がるミオの腕を引いてある場所へと連れて行った。ミオが連れてこられたのは男たちの事務所と思われる古びたアパートの一室だった。ドアには金融即日貸付と書かれている。男たちは部屋の中にミオを押し込んだ。ボス、連れてきました。部屋の中では
男たちにボスと呼ばれた年配の男が待ち受けていた。おお、そいつか。はい、林のやつが返済できないから娘であるこいつに払ってもらってたんですがね。ちまちま返されても金利が膨らむだけなんで、いい仕事を紹介してやろうと思いまして。そうか。まあ、あんたなら1年もあれば800万くらいすぐに返せるだろうよ。男はそう言って笑いながらタバコに火をつけた。でも父が借りたのは50万だったんですよ。それが800万だなんて。あんたの父親にはちゃんと説明したぜ。金利は120倍だってな。でもそんなの違法なんじゃ。違法と分かってて借りたのはあんたの父親だ。借りた方にも責任があるってもんだろう。男たちはミオを取り囲み、いやらしく笑う。その時、部屋のドアが大きな音を立てて開いた。なんだ？闇金の取り立て、ご苦労。俺は警察手帳を片手に持って男たちに見せながら、部屋に入る。お前はさっきの会場にいた。林さん、危ない橋を渡らせてしまって悪かったね。でもおかげで証拠が揃ったよ。ミオは俺に近づくと、ポケットにしまってあったものを手渡した。それはボイスレコーダーだった。マサヤが思いついた計画の一部が、実はミオにボイスレコーダーを持たせて、男たちの会話を録音し、逮捕のための証拠をつかむことだったのだ。これは一体どういうことだ？男たちのボスが、わけがわからず俺に怒鳴ってきたが、俺は冷静に答えた。あんたらがやってることは違法なんだよ。それに自覚もあったようだしな。俺たちは個人でそいつの父親に金を貸してやったんだ。善意ってもんさ。金利120倍は善意とは言えないんじゃないかな。それは。男は俺の言葉に必死に言い訳を考えているようにおろおろし始めた。あんたたちの会話は録音させてもらったから、これを証拠に外にいる警察官たちに踏み込んでもらうとしようか。ボス。仕方ねえな。安心しろ。捕まってもせいぜい5年くらいで出てこられるからよ。大したことねえぜ。男たちのボスの言う通り、逮捕して刑務所に送ったところで、5年ほどで釈放されてしまうだろう。そしてまた同じ悪行に手を染めると言ったわけだ。そんなことにさせはしない。おい、入ってくれていいぞ。俺が後ろに声をかけると、後ろで控えていたマサヤが部屋に入ってくる。よ、さっきぶりだな、お兄さんたち。お前は神村組の。なんで札なんかと一緒にいるんだよ。お前も俺たちの同業みたいなもんだろうが。そうそう、それが俺にとっては大問題でね。そう言って笑うと、マサヤは男たちのボスに近寄っていく。あんたがこいつらのボスだろ。俺は神村組の若頭で、組長の息子のマサヤって言うんだ。神村組の若頭？お前、ここが神村組の島だって分かってて、こんなアコギな商売してんのか？マサヤの顔は笑っていたが、目は笑っておらず、威圧感を放っている。それは誤解です。俺はあくまで個人で金を貸したりしてるだけで。そうか？ドアに思いっきり金融って書いてあるよな。マサヤの言葉に、ボスはだんだんと青ざめていき、冷や汗を流し始めた。こんなことを勝手にされたんじゃ、俺たち神村組としても黙ってらんねえな。
マサヤは部屋の中に置かれているソファーにドカッと腰掛けて足を組む。ボスと男たちはその様子を青ざめた顔で黙って見ていた。まあ今回お前たちはしょっぴかれることになったわけだが、出所後にまた戻ってきて商売を始めようもんならどうなるかわかってるよな。しかしこいつの父親に貸した金は返してもらわないと。林、こいつらに今まで貸した金はいくらくらいなんだ？マサヤに突然話を振られて、ミオは慌てて答える。100万くらいは返済したわ。じゃあ通常の金利だと十分な返済額だよな。ですが、お前サツに任せないで俺たちでお前らの処分してやってもいいんだぞ。その場合は命の保証はしないがな。マサヤが静かに睨むと、男たちは三人ともガクガクと震え始める。どっちか選べよ。サツにしょっぴかれるか、俺らに処分されるか。よ、喜んで警察のお世話にならせていただきます。慌ててそう答えるボスにマサヤは視線を向け続ける。そうか、そんなら林の借金もこれでなしってことでいいな。もしまた戻ってきて脅すようなら覚悟しておけよ。わかりました。ここまでがマサヤの計画だった。ボスががっくりとうなだれるのを見届けて、マサヤは立ち上がり、ドアの前にいる俺の方に歩いてきた。そういうことだから俺はこれで退散するとするわ。お前もその方が都合いいだろ。そうだね。警察官とヤクザが一緒にいるところを見られるとうるさいからな。今回は助かったよ。サンキュー。俺が何かで捕まった時は助けてくれよ。それは罪状次第ってやつだな。俺の言葉にマサエが笑いながら部屋を出て行こうとすると、ミオが慌てて声をかける。ありがとう。本当に。マサヤの後ろ姿に頭を下げるミオに、マサヤは片手を上げて答えて去った。マサヤがいなくなったのを見届けてから、俺はスマホを取り出して、外に控えている警察官たちを呼んだ。その後、踏み込んできた警察官に取り押さえられ、男たちはパトカーで連行されていった。マサヤが思いついた計画がすべてうまくいった。さすがというか、なんというか、マサヤはああ見えて意外と頭が回るやつなのだ。だからこそあの若さで大きい組の若頭を任されているのだろう。組長の息子だからという理由だけではないのだ。それから逮捕された男たちは、俺が提出した証拠をもとに起訴され、有罪が確定し、刑務所行きとなった。あれだけマサヤに脅されたのだ。出所後に戻ってくる心配はないだろうと思う。しかし、ああいった連中は、やり方を変え、場所を変え、また同じことを繰り返すものだ。そういったことが続かないように、俺も警察官として、しっかり目を光らせていかないとな。あの一件の後、俺はマサヤだけでなく、ミオとも頻繁に連絡を取るようになった。ミオは今まで借金の返済のために相当無理をしていたらしいが、やっと平穏を取り戻すことができた。疲れた顔をしていることもなくなり、笑顔が増えたと地元でミオに会ったマサヤから聞き、俺は嬉しく思っている。マサヤとは警察官とヤクザといった複雑な関係ではあるが、幼馴染であることに変わりはない。マサヤが人の道に反することに手を染めなければ、俺とマサヤの関係は変わることはないだろう。俺は今回の件で友情の大切さを
再確認することができた。それを忘れることなく、俺はこれからも警察官としての務めを果たすため、一生懸命仕事に打ち込んでいこうと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。